はい、16対9の四角の中に生きる、あれは先週の金曜日でしたかね。夜お風呂に入ろうと思って、脱衣所で服を脱いで風呂場にこう入った瞬間、冷えるなって言ったんですね。思わずこう言っちゃったんでしょうね。本当に寒くて冷えるなって、まあこういう思わず出た言葉っていうのを大切にしたい男です。朝食ですね。三重亀山ラーメン、世界を目指せ亀山ラーメン会監修、牛骨味噌味。グルナビご当地ラーメングランプリ、初代グランプリ、なんだって。札幌一番、あ、おにぎりに花を咲かすのをちゃんとやりたいですね。昆布、昆布もうね、もう前回でコツは分かったので、こうね、しっかり持つっていうね、こうしっかり、最初からもうしっかり持ちながら食べると、話楽んじゃ。おにぎりは亀山ラーメンなんて初めて聞きましたけども、どうなんですかね。おにぎり美味しいな。なんか相当お腹空いてたんで、このラーメンね、僕ね、オリジナルじゃなくて、このカップ麺のデフォルトじゃなくてわかめ足しちゃってます。なので純粋な味じゃないけどね、わかめ足したかったんで足しました。いいでしょ別に。うん、おいしいわ。結構牛の感じがわかるね。おいしいです。料理もこっちだ。もう結構指に力入れてギュッとやってますんで。あと昨日ホーム回答と宝富ね、いろいろ間違ってましてね。あ、おいしい。朝食はおいしい。これ表裏逆につけちゃってて、この羽のあれにね、これも今直してましたけど、あとここテールのつけるところも間違っておりまして、僕はなんかここにつけないといけない、こっちがあって、ラーメン冷めないうちに食べないといけないぞ長石君、行儀が悪いぞ食べながらそんなね、たこ揚げしようとなんか して。あ、昨日 YouTube でね、これやってる人を YouTuber を見つけてね、その人を割とちゃんと飛ばしてた。まあいいか、あとでちょっとちゃんとこんな広いところで飛ばした絵を入れときます。まあとにかく間違ってた、説明書も見ずになんかイライラしてたけど、イライラする前に説明書をちゃんと見ましょうっていう話なんですよね。イライラする前にちゃんと状況を把握しましょう。花咲おじさんです。今朝僕は花咲おじさんとたこ揚げおじさんね、あとラーメンおじさんね、いろんな人格が僕の中に混在してますね今ね。混在してる、混沌としてる、カオス中西染み渡る感じだ。本当に染み渡ってる。コツは分かったけど、これ大丈夫かな、開くかな。徐々に開いてきてる、こうやってね
食べてね、喋りながらね、女の子、韓国の女の子2人組でね、あんま食べずにこうやって持ってね、こうやって喋りながらね、こう歩いてたんでしょうね。で、僕の目の前に来た時にはもうおにぎりは満開だったとね。なので僕もこうやって喋りながら持ってね、ほらどんどんこれ花開いてきてるから、ほらね、花開いてきてるよ。昆布が落ちそう。あ、もう満開だ。はいはいはい、満開です。はい、よしよし、これピンタイ合ってんのかな、目が悪いから分かんない、ピント合ってんのかどうか、合ってんじゃん、これな、ほら満開だ。うわー、やっぱ梅の方が綺麗だな。おにぎりの花はやっぱり梅の方が綺麗ですね。うん、昆布だとなんかね、まあこういう花もいいかね。うん、こんな花もありますよ、そらね。カイトのあれ取らないとね。いいかも、別に。あの飛ぶんだぜっていう話ですね。もういいよね、別にね。あの結構難しい。うん、子供にはちょっと難しいかも。宝富おもちゃでありながら。大人の僕も苦戦するこのホームカイト1000円、 amazon.co.jp で1000円。あのね、これが大変、これが大変、うん、この羽を回すね、手が大変。あとこれは美味しかった、すんげー美味しいってとは思わないけど、まあ美味しい美味しい。なかなかここを見た時なかなかいい感じの。じゃあまあ、じゃあまあまあ、まあこんな感じですね。